毎回毎回襲撃、こっち襲われてるんですよね。で、弓で追撃しても当たんないんですね、これ、柵で。邪魔して。なんで、ちょっと上に伸ばしていこうかな。で、上に伸ばしていこうと思うんですけど、階段なんですよね、問題は。これ、無理なのか。無理っぽいっすね。普通の階段でなんとかならないかな。これとか。あ、これいいんじゃない?これでなんとかなるかな。ちょっと試してみましょう。とりあえず屋根潰しましょうか。なにこれ。なんか変な画像になった。そういう壊れ方すんの?とりあえず壊していきましょう。三角とかも。オッケー、壊れましたね。よし、とりあえず追加してみましょう。追加。で、こっからですよね、問題は。普通に板ができるかどうかですね。木の板。あ、いけそうですね。あ、いけますね。2階作れそうだ、これ。2階じゃない、3階作れそうですね。どうやら。いけそう、いけそう。はい。いいですね。木の板と木の棒がひたすらいりますね。加工テーブルここに置いて、それでひたすら作っとってもらいましょうか。木の板を。あ、雨降ってきちゃったな。オッケー。ひたすら作っとってもらおう。木の板を。できてる、できてる。よいしょ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 。オッケー。できましたね。オッケーオッケー。上の階。あ、なんかこれ。なんかおかしい。ちょっと待って。それおかしかった。ちょっとやばいんじゃない?ちょっとおかしいですね。これうまいこといかないですね。上は登れるんだけど。まあ仕方がないか。それは諦めよう。あ、ここちょっと邪魔だな。オッケーオッケー。襲撃が厳しいポイントはこっちですね。あ、ここならなんとか弓いけるっぽい。よいしょと。オッケーオッケー。こんな感じですね。こっから襲撃ポイント来るから、こっちにもちょっと板置きたいんですけど。あ、置けますね。置けるんだったら置きましょうか。こっちはいいかな。いや、置いとこうか、一応。一応置いとこう。こんな感じで置いて。よいしょ。オッケーオッケー。じゃあ、これで、やっていきましょう。結構大きくできそうですね。もう一段、いい感じに。よいしょ。さあ、入れていきましょう。どん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 。よいしょ。よいしょ。オッケー。これで、柱ですね。できましたね。柱と梁ですね。あら、バックパックが一つ失った、また。建築するために僕バックパック失うな。よいしょ。OK。これでやっと、ベランダですね。できた。あとは壁をしよう。とりあえず、こう。こっちも壁と。壁。壁。壁と。次は扉。扉用のやつですね。よし。これではめていこうか、とりあえずは。OK。これで壁はできましたね。次は扉。よいしょ。よいしょ。これで扉できましたね。あ、いい感じじゃないですか。これは、かなり真下に打てますね。ただ、ここも柵を設けないとちょっと、死んでしまいそうですけどね。うっかうっかりして。あ、こっち側も追撃できそうですね、ここで。弓で。なんとかなりそう、これで。もうちょっと上に高さ伸ばしてもいいけどな。ここちょっと、壁作っとこう。ここは壁ですね。はい。屋根作ろうかな、さっき。柵とかもね、置きたいんですけど。あ、柵置けるの、これ。今頃気づいたんですけど。柵ってこうやって置けるんだ。知らんかった。今頃気づいた。ちょっと待って。こうやって置けるんですね、これ。ちょっと置いてみようか。ちょっと開きますね、ここ。中途半端に。まあ、ダメだ。柵ダメですね。長い柵とか?こう。これならいけますね。これで行きましょう。今頃気づいた。死んだ。ちょっと。危ない。生きてた。危ない。そうか、柵というものを今まで知らなかったな、僕。気づいてなかったですね。
だから、こう置いたらいいですね。こう。そうなのか、サクってあったのか。よいしょ。あ、いいですね。この柵があれば、なんとかなりそう。木の板ですね。木の板ひたすらだ。よし、はめていこう。あ、これで安全ですね。ジャンプしない限り。追撃もできそうですね。結構真下までここ、追撃できそうですね。オッケーオッケー。いい感じになってきそうですね、これは。あー、何気にもあと1日ですね。結構時間経っちゃったな。よいしょ。よし、これできましたね。全部。これ登れんのかな？あ、登れたりするんだ。オッケーオッケー。いや、いい感じじゃないですか、これ。こっから結構追撃できそうですね、弓で。うん、こっち、あ、こっちはちょっと、柵がない分、ちょっと追撃能力は薄くなるけど。まあ、こっちは結構強固にするんで、そうそう入ってこれないと思うんですよね。目の前は。でも、こっち側は追撃能力は上がりましたね。次は、屋根作ろうかな。よし。あとは真ん中は柱がないと無理でしたよね。サングリッドでいきますね、ここ。これで屋根いけない？いや、いけますね、これで。オッケーオッケー。柱を入れて、梁を入れて、梁を入れてと。オッケーオッケー。あとは、屋根ですね。よし、屋根オッケーですね。あとは、ここに三角のやつを入れたらいいんだな。あとは、この三角ですね。三角入れて。あとは、これを入れていきましょう。よいしょ。オッケー。これでできましたね。外から見てみましょうか。どうだ？あー、いいですね。なんか拠点らしくなってきましたね。これ結構上まで高さ伸ばせるんじゃないかな。まだまだ。何階建てまで行けるかどうかわかんないけど。まだ行けそうですね。また伸ばそうかな。追撃できやすそうだしね。伸ばすは伸ばすほど。まあ、考えときましょう。あとは1日ちょっとですね。そうだ。これできてるかな。あ、ハーブできてますね。ちょっと待って。何作るんだったっけ？あ、小麦で発酵アルコールを作ろうと思ったんだな。小麦できてますね。よし、収穫して、発酵アルコール作りましょう。これでアンロックできますもんね。あ、小麦増やさないといけない。そうそうそう。小麦の種を増やさないといけないですよね。だから小麦を入れて、種ですね。小麦の種。増やしましょう。あと、アンロックは、農業レベルってどうだったっけ？あ、農業レベル5になってますよね。だから、ここら辺もできそうなんですけどね。飼育舎っていうのも、ちょっとやってみましょうか、これ。アンロックしましょうか。オッケー、飼育舎できた。飼育舎は作れんのか、これ。あ、あったあったあった。ありましたね、飼育舎。なんでしょうね、これ。とりあえず、作れそうだからやってみようか。あ、でかっ！めちゃめちゃでかいっすね、これ。これどうしようかな？ちょっと離しておいとこうか。ゾンビたちが来たらやばいんですよね。やばいけど、ちょっと、ここら辺に置いとこうか。置いときましょう。よいしょ。できましたね。飼育小屋。これ？これなんだろう。ここに鶏とか、あ、ちょっと待って、ここになんかある。餌を追加。餌を取り出す。ああ、ここ水。餌を追加。餌なんだろうね。ちょっと待って、ここに置いてきましょうか。ちょっと、以前買った、動物ですね。あれ置いたらいいんじゃないかな。あ、いましたね。ちょっとこれ置いてきましょう。これ普通に置いたらいいのかな。ん？いや、違うな。多分なんか置くっていうのがあると思うんですけど。ないから。餌を入れる。これ？使用する。メイン画面、リスト。メイン画面。ここに動物をドラッグ&ドロップする。はい。ただ、小さな羊。あー、なるほど。あー、入ってった、入ってった。あ、そういうこと？これで、こう？あ、入っていきましたね。あ、逃げていくけど、ちょっと。逃げていくんですけど。ちょっと、逃げていく、逃げていく。これ、
メリスト、取り出す。あ、取り出せるんですね、こうやって。羊の状態とか書いてますね。あ、あと名前も入れれそうですね。だけどこれ餌を何入れていいかわかんないんですよね。普通にトマトとか入れたらいいんじゃない？ちょっと収穫して持ってっていきましょうか。餌を追加。あ、トマトじゃないですね。何を食べるんだろう。じゃあ自分が食べるか。家畜用の肥料とかってあんのかな？あら、こんなところに餌ありますね。食物繊維で餌ができるのか。わあ、いたいたいた。ちょっと待って。追われた追われた。よし、こっち来なさい。よし。オッケー。びっくりするよ、いきなり来たら。よし、とりあえず食物繊維でできるみたいだから、とりあえず全部投入するか。餌ですね。餌作っときましょう。動物もこっち入れときましょうか。わかったんで。名前も決めとこうかな。オスピコピコにしとこう。メスピヨピヨにしよう。豚はブースカにしようかな。羊命名でいこう。単純な名前ですね。これでいいや。あ、名前が反映されてないな。あれ？名前が反映されないですね。まあ仕方がないか。せっかく作ったけど。外出ちゃうけど大丈夫かな？ゾンビがもう少しで来るんですよね。あ、もう今日ですね。あ、餌できてますね。よし、餌を取って。増えていくのかな？動物って。増やしたとしてもどうかなんのかな？あ、でも可愛いですね。めちゃめちゃ可愛いわ。よし。とりあえず水入れとこうか。はい。で、餌も入れましょう。餌を取り出せんの？あ、取り出したり追加したりできるのか。よしよし、これでいいや。まあまあ置いときましょう、とりあえず。あともう少しで、襲撃ですよね。なんで、ちょっと車移動させとこう、これ。商人に守ってもらえよう。ここに置いときましょう。ここなら多分大丈夫ですよね。じゃあちょっと準備しましょうか、そろそろ襲撃の。あれ、潰されないかな？ヤギとか。食べられたりすんのかな？ゾンビに。一旦これ破壊しましょう。オッケー。あ、冬になりましたね、ついに。寒いな。やばい。また、厳しい季節になりましたね。冬用の服に着替えた方がいいかな？さすがにね。もうここを埋めていきましょう。オッケー。埋まった。閉めてと。もう服がやばいから、もう冬用の服に変えましょうか。さすがに。ジャケットとか良さそうですね。体感性。あー、これ良さそうですね。コットンパンツ。体感性がだいぶ上がりましたね。108。あと、靴も体感性があるやつがありますね。革靴に変えとくか。体感性があるやつにしましょうか。よし、115。じゃあ、帽子も変えましょう。あ、これも20ですね。まあ、これ、いいや。こっちに変えよう。よし。手袋全部10ですね、これ。仕方がないですね。なんで、手袋ちょっとこれも変えましょうか、こっちに。よしよし、これでいいですね。よし、弓もこんだけあるから大丈夫でしょ。弓の耐久値、これ直せないかな？弓直す方法とかってあんの？あ、寒さ4度になってますね。だいぶ軽減された。服着たことによって多分。あ、ここまた雪が積もってんだ。これ屋根がいかんのだろうな、きっと。そうとは思うけど。あー、あたり一面すごいことになってますね。あと、あそこ耐えれるかな。豚とかをゾンビに食われたりしないかな。大丈夫かな。ちょっと不安ですけど。あと5時間、6時間かな。ちょっと時間があるんで、テクノロジー見ましょうか。アンロックできるやつ。あー、これできそうですね。あ、ありますね。いけそう。あ、いけますね。アンロックできた。あと、これは腐った食べ物。あ、これもあるけど、外にあるんですよね。腐った食べ物。ちょっと今できないな。蜂の巣箱は、あー、作れないな。蜂の巣と、あと蜂蜜があればできるんですよね。
まあ、それ溜まった時にこれ作りますか。と今できないわ。あとテクノロジーで、アルコールできそうなんですよね。もう少しアルコールは。火薬。まずこれアンロックしたら火薬ですよね。爆弾とか作れそうですね。ここもアンロックいずれできそうですね。そんなに時間かかんなさそう。問題が電線とあと、鋼のインゴットなんですよね。鋼のインゴット作ろうと思ったらこれが必要なんですよね。だから電気炉の設計図が必要っていうのと、電気炉の設計図が必要なのと、そうそう、電子部品なんですよね、問題。電子部品が大量にいるんですよね。それ作れないからな。探索で見つけてこないといけないですね、どっかで。まだ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 足りないですね、素材が。あとは寝て待ちましょうか、もう。3階で待ちましょう。扉を全部開けて、ちょっと待っときましょうか。もう来ますね。どっから来るだろう、次は。あ、来ましたね。来た来た来た、そっちか。よいしょ。あ、この真下か、追撃しにくいところですね、これ。やばいな。やばいやばい。よいしょ。耐えれるか。これ角狙ってきますね。角に何か置かないといけないな。やばい。これちょっと下だな。下下下。よいしょ。下で追撃しよう。こっち。真下見れない。やばい。これ、まだ行ってるぞ。下行こう。やばいやばい。壊される。多分。よいしょ。ちょっと開けるか。やられた？やっつけた？ギリギリやっつけた。ちょっとやばいですね、これ。ほんと。ギリギリやっつけたみたいだけど。これ角狙ってくるな。まあまあ、とりあえず、襲撃はなんとかなったから。よかったか。よし。じゃあ、また元に戻しましょう。全く機能しないですね、これ。若干機能したか。若干機能したけど、ほぼ機能してないな。角なんとかしないといけないですね、次。角結構狙われがち。あと大丈夫？狙われてない？生きてる？生きてるかな？生きてますね。よかったよかった。じゃあ、ここをもっと戻しときましょう。修理して。やばかったな、これ。ギリギリだったな。今回。なんか、ど真ん中狙わなくなりましたよね、ゾンビ。これ、アップデートされたからかな。お、いたいたいた。引っかかった、自分で。よし、これでいつも通りになりましたね。素晴らしい。あとは、そう、発酵アルコールだな。小麦がね、できてますね。発酵アルコール。これでアンロックしましょう。アルコールですね。アンロック。あと、火薬もできそうですね、これ。ありますね。OK。じゃあ、アンロックしましょう。火薬ですね。アンロック。化学反応ベンチで火薬ができる。火薬を作ったら、自家製手榴弾ですね。化学反応ベンチ作ってなかったわ。これ作りましょうか。ここに置きましょう。よいしょ。できましたね。これで、使用する。バレル燃料とかに変えれるのこれ。あと火薬ですね。木炭と硝石かな。これできるみたいですね。そっか。バレル燃料に変換できるのか。あと大きなボトルにも変換できる。なるほど。火薬作ってみるか、これ。作れそうですね。よし。じゃあ、この中入れときましょう。で、木炭。で、火薬ですね。とりあえず木炭がある量を作りましょうか。7つ。できたかな？できましたね。火薬。これを取って、アンロックですね。自家製手榴弾。はい。もう一つのやつは、モロトフカクテルがあればできる。これですね。これがあればできる。モロトフカクテルは作業台でしたよね。できたっけ？できますね、多分これ。小さなボトルって車の中あったと思う。ありますね。小さなボトル。これできますね。とりあえず2つ作りますか。
ああ、自家製手榴弾はプラスチックがいいのか。プラスチックがないからちょっと今できないですね。まだ難易度高いですね。自家製手榴弾。よし、できるまで餌あげとこうか。動物の。いやー、可愛いですね。羊。ひよこが見当たんないけどな。ひよこ埋もれてわかんないですね。餌を追加しましょう。水もなくなってますね。汚い水でもいいかわからないけど、とりあえず入れときましょうか。いいのかな。できたかな。モロトフ。あ、できましたね。よし、できた。二つできた。とりあえず一つアンロックするか。これでアンロックですね。オッケー、できた。自家製手榴弾がないから地雷はできないですね。ちなみに作れる？あ、トラップになるのか、あれ。トラップに、あ、ありますね。あー、なるほど。繊維とかでできるんだ。あー、これに引っかかったら爆発するってやつですね、これきっと。そっか。これ爆発された他のやつにも被害及ぶんじゃない？だとしたら使いにくいんですけど。ちょっと待ってよ。ちょっと試してみるか、これ。動物に。これ投げたらいいんだろうね。ああ、いいですね。投げたらいいみたいですね、どうやら。よいしょ。ああ、燃えた。当たってないんじゃない？ああ、燃えてる、燃えてる、燃えてる。燃えてるけど、あんま効かないのかな？ああ、来た来た！動物来ましたね。来た来た来た。あー、危ない危ない。よいしょ。やばいやばい。あー、痛い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 。こっち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 。引っかかるでしょ。おい、引っかかったー。